痛です。体の痛み以上に思うように絵を描けないことがテルさんを苦しめます。先生の方は絵の方は進んでますか？描いてますか？描けないだね、寂しいよね。描きたいんだけどね、何でも描きたいんだけど、先生焦ってもしょうがないんだって。先生の絵を待ってる人いるんだ、恋焦がれてる人がいるんだから、先生焦らないでやりましょうや。4月、病と闘うテルさんのもとに嬉しい知らせが届きました。小布施町の美術館からテルさんの企画展を開きたいとの依頼がありました。この小布施ミュージアムは日本を代表する現代作家の中島智奈美画伯の日本画が収蔵されており、芸術家なら誰でもが憧れる格式高い美術館です。テルさんにとってもこの企画展は画家生活の集大成と言っても過言ではない大きな偉業となりました。近くの病気を持っていて、どっちへ傾くかわからないお状態の時に、周囲の皆さん、力を合わせて頑張れと力づけをしてくださってくれているわけで、本当に心強く思うわけです。5月20日、企画展初日、色の詩人池田テルの世界展。会場には奥さんやテルさんの兄弟をはじめ多くの来場者が訪れ、テルさんの色彩豊かな作品の数々を鑑賞しました。しかしそこにテルさんの姿はありません。このテルの前、小さい時から本当自由闊達に生きて、最後に来てこうなっちゃったのかな。これを見て元気づいて、病の方も回復に向かうんじゃないかな、なんていうような気が、今これ見ててね、そんな気がしました。絵筆を早く、一日も早く持てるようになればいいなと、私は兄弟として願ってることです。こんなに立派に飾っていただいて、お父さんと一緒に見られればよかったな。これを見に来られたらどんなにか嬉しいかと本人も思うんですよ。そしてこの日、テルさんは今回の企画展に合わせるかのように、座す女に対する一つの結論を出しました。それは制作を断念するという厳しい選択でした。これ以上仕事を推し進めること、病気の状況から言って無理なので、元気で支えて
事の面では助かってますよね。まあ50年まあちょうど50年ぐらいですよね。まあ思う存分やりたいことをやってきて幸せだったです。2005年9月、 絵筆を握ることを断念してから間もなく、てるさんは安らかな眠りにつきました。大勢の方に見送られて感謝していると思います。生前いろいろ皆様方からお世話くださいまして本当にありがとうございました。そしてこの秋、父親の遺志を受け継いだ息子敏郎さんの作品が県展で入選を果たしました。病院のベッドの上で昏睡状態だった照さんはこの朗報を聞き静かにうなずいたといいます。そして今ギャラリーテルには晩年テルさんが一筆一筆自らの命を刻み込んだ未完成の遺作ザス女が置かれています。これはテルさんと共に歩み支え続けた家族の作品でもあります。病と戦いながら限りある命を限りなき画道にぶつけた一人の洋画家、池田照さん、享年74歳。